クラスメイト PC は開発途上国の子供向けにインテルが投入した低価格パーソナルコンピュータ。以前はエジューワイズと呼ばれていた。アルプックのアルプック XO-1 とはターゲットとする市場が似ているし方向性が似ている。営利目的ではあるが、クラスメート PC の製造は ICT4D プロジェクトの一環とみなされている。ネットブックに分類される。 インテルのワールドアヘッドプログラムは2006年5月に始まった。このプログラムは低価格ノートパソコンを設計し、それに基づいて、サードパーティの製造業者が低価格マシンを製造し、それぞれのブランドで販売するということも含む。クラスメイト PC はインテルによるリファレンス設計である。インテル自身は製造しないが、そのためのチップセットは製造している。このリファレンス設計を 世界中の OEM が使って、それぞれのブランドのクラスメイト PC を製造する。2006年9月28日時点のリファレンスハードウェア設計は以下の通り。初代クラスメイト PC の後継は2008年4月に GoPC として発表され、各所でレビューされた。その後、後継機の別の写真も出てきた。第2世代は2008年4月3日の IDF で、 公開となった。第1世代からの主な強化点は以下の通り。第3世代のクラスメート PC コンプヤテックス2009でインテルは第3世代のクラスメート PC を発表した。カメラと重力センサを内蔵している。第3世代のクラスメート PC のタブレット PC としての写真もある。CTL2 コーとも呼ばれるクラスメート PC は2009年1月の CES で発表された。通常のノートパソコン型とタブレット PC 型に変形可能で、タブレット PC 型では子どもたちがより自然に字を書いたり絵を描いたりできる。初期モデルの使用は以下の通り。インテルはクラスメイト PC が Linux でも Windows XP Professional でも動作すると発表した。インテルは世界各国でその国の言語のローカライズされた。 リナックスディストリビューションを動作させる作業を行っている。インテルはマンドラバと共同で同リナックスディストリビューションをクラスメイト PC 向けにカスタマイズした。現在以下のリナックスディストリビューションが動作する。インテルのクラスメイト PC は世界各国で販売されている。ブランド名を付け替えて現地ベンダーのブランドで販売されることもある。 アメリカ合衆国では Amazon.com や SHOPMANDA.com で販売されている。ラテンアメリカでは国際的に十分な資金援助があり、メキシコ政府とブラジル政府がクラスメイト PC とアルプック XO-1 のどちらを採用するかを評価している。ブラジル政府はどちらのハードウェアを選んだとしても Linux を採用すると発表した。インテルは マンドラバリナックス、ディスカバリー2007エディションと同時にブラジルの企業をメトシースのクラスメイト2.0という Linux ディストリビューションをプリインストールして出荷することを約束した。最近ではベネズエラ政府がポルトガルの製造企業に100万台のクラスメイト PC を発注した。これはポルトガル政府との30億アメリカドル以上の相互契約の一部である。 クラスメイト PC はアルゼンチンでも入手可能である。アフリカではリビアに15万台が売れ、すでに出荷が始まっている。アジアではインドネシアの地元企業、アクシートザレックスが2008年3月から販売を開始している。ザレックスのブランド名はアノアで、インテルウルブ 900MHz 製造し、ポルトガル国内の全小学生に1台50ユーロで配布し、 他国にも輸出すると発表した。ギリシアでは7インチ LCD 版がインフォーキスとセイクエストクラスメイトとして販売されている。2イトのメモリディスク、Windows XP、Professional を搭載し、HDD やカメラや SD カードスロットをサポートしていない。セルビアの IT 企業コントレイドは2009年4月から、 コントレイドクルブックの名前でクラスメイト PC を発表し、すでに30代をベオグラード市内の小学校に寄付した。カナダでは MDG コンピューターズが以下のブランド名でクラスメイト PC を販売している。これらはシアーズ、サ、THESHOPPINGCHANNEL.com および小売店経由で販売されている。 2009年第4四半期には両方の10.1インチ版が発売される予定。クラスメイト PC とアルプックプロジェクトにはその目標に若干の差異がある。クラスメイト PC の方が Windows を主と考えており容量などが若干大きい。現在のコンピュータ市場で支配的なテクノロジーを採用しているもののユーザーはベンダロックインに注意する必要がある。 一方、XO はフロス環境を提供することを主眼としている。アルプックのハードウェアとソフトウェアは教育用途に高度にカスタマイズされているが、インテルは途上国が汎用 PC を望んでいると主張した。2005年12月、インテルは公式に XO をギャジットと表した。インテルは2007年7月にアルプックプロジェクトに参加し、同プロジェクトのノートパソコンに インテル製 CPU を採用させようとしたが、2008年1月には離脱した。インテルのスポークスマンチャックマルイは離脱の理由を、アルプック側が競合する低価格ノートパソコンへの支援をやめるよう求めたからだとした。一方アルプック創設者のニコラス・ネグロ・ポンテは、インテルがアルプックのマシンが売れないよう裏で手を回していたと非難した。ありがとうございます。